ワックンスタジオ。こんにちは、ギタリストのワックンです。1ミリも知らない曲を初見に弾いてみたシリーズ、イエイ。今回の楽曲はこちら、ウマ娘プリティダービーからアンリミテッドインパクトですね。こちら曲の概要なんですけれども、2017年の1月11日にリリースされたスターティングゲート02というアルバムの中の1曲でございます。この曲も結構リクエスト多かったので、ちょっとやってみようかなと思ってたんですよ。で、ウマ娘の楽曲の特徴としては、ほぼほぼ作曲者とか作詞者っていうのが異なるので、本当にね、多種多様の楽曲があるんですね。バラードもあったりとか、頭がおかしくなるような進行の楽曲だったりとか、そういう楽曲が多いので、ちょっと今回もこうドキドキはしてるんだけど、作詞者見てみましょう。またエリカさんですね。バラードの曲とかでありましたね、前回ね。で、作曲編曲者が佐伯隆さんという方ですね。この方は初かな。ちょっととりあえずね、聞いてみましょう。それではどうぞ。ウマ娘楽曲、なんだか久しぶりな気がするよ。今まで散々苦しめられたけど、そろそろいい加減9割ぐらい弾けてもいいんじゃないか。返していこう。今回はアゲアゲだな。だいぶロックな楽曲だ。今回は緊張しないことを願おう。そんなことは無理か。サイメロが始まりました。まだキーを探している。さあ、キーが見つかった。今回も単調の曲ですね。だいぶハードロック曲ですね。今のところはそんなに難しい進行はないね。あっ、ここで転調した。歌う人が変わった瞬間転調しました。さあ、 B メロはキーが違う。そしてサビで転調する。今回めちゃめちゃかっこいい楽曲だな。これね、よく聞くと後ろのギターが結構動いてるんですよね。さあ、ここを今回音を取ることができるのか。さあ、ここでサビの最後は一瞬音が消えていく。イントロのフレーズがここで使われるというね。イントロに戻ってまた A メロに戻るパターンですね。さあ、 A メロでキーがまた戻って、ここからどういう展開をしていくのか。ロックの大体のフレーズってビティハーモニクスだったりっていうのが大体入ってますよね。そこら辺もちょっとチャリゲにしつつ落ち着いてやっていこう。さあ、ここで B メロ転調していますね。歌う人が変わると転調しています。このね、歌う人が変わると転調するっていうトリプルエイドがよくあるパターンです。さあ、そこでサビ。さあ、どこまで音が取れるか。お、今やってる、今やってる。一生懸命今音を取っています。ここはね、メジャーかマイナーか分かってさえいれば、なんとなくどの音を使っているのかっていうのは割と芝生で見えてきますね。さあ、ここだいぶハードロックなフレーズが通って、さあ、ここでギターソロ、どうせ早口だ。ここでギターソロが終わると思ったっぽいが終わらせていない。意外と長い。さあ、終わりの音だけはなんとか合わせていった。さあ、ここで決め。さすがにそれは無理でしたね。決めは無理です。さあ、ここのね、サビのリフはね、なんとなく凝っている感じはします。さあ、どこまでやれるか。さあ、サビはここで繰り返される。皆さん、これがサビの転調と言いますと覚えておきましょう。コード進行自体はそんなに難しいことはしていない。ここは下がってきている。
ここは2-5でしっかり締めて、さあエンディングに向かってます。今ねエンディングですね。これさあここで転倒してピンと戻るっていうね、さすがにもうこの状態で転倒になったのってことでしょう。キーを忘れています。さあここで宮野だけのアウトロになる。さあどう対処していくが、最後そこの音ね。皆様いかがでしたでしょうか。今回の楽曲はロック&転調。これねメタルまではいかないと思うんだけど、もう基本的にズズズズズズズみたいな、ズズズズズズズみたいな、ミュートしながらパワーコード弾いて、でリフを弾いていくみたいな感じなんだけど、結構かっこいいリフだったね。楽曲自体はすっごいサビのリフとかめちゃめちゃかっこよかったし、これ単調の楽曲なんだけど、単調っていうのは3度の変化でマイナーかメジャーかっていうのは変化がわかるんだけど、今弾いてるコードはマイナーだから小指はここだとかっていうのがすごい勉強になると思います。これは同じようなフレーズを違うコードで弾くパターンなんだけど、そこが例えばメジャー、今弾いてるコードがマイナーだったとしたら、マイナーの3度はここだからこういうフレーズになるはずだよねっていうのとか、ここは今メジャーだから小指はここの位置になるよねとかっていうのがすごく勉強になると思います。なので本当に音楽基礎の基礎から始めたい人っていうのはもうぜひこの楽曲結構おすすめです。でキーもワンコーラスの間に2回ぐらい変わってるかな。でも頑張ればすぐ弾き取れる。でコード進行自体もそんなに難しくないコード進行なので、転調したからといって慌てずに、あ、転調したけど今ここ転調後の4度だなとかっていうのをすぐ判断しやすい楽曲になってます。なので結構初見弾きの人はね面白いと思います。なのでエレキギターたしなんでる方はぜひ挑戦してみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお任せしますので、この動画が面白いと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。僕にリクエストや質問がある方はコメント欄からよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。